Radio Blast. Radio Blast. Super Beaver. Super Beaver. Powered by EMTG Music. Tokyo FM Radio Blast. Powered by EMTG Music. パーソナリティのスーパービーバー、ボーカル渋谷龍太です。ベースの上杉健太です。ドラムの藤原31歳弘明です。はい、ということで、はい、レディオブラスト第4週目は我々スーパーイバーが4人でお送りしたいと思っております。よろしくお願いいたしま す。番組の感想、僕らへの質問待ってます。ツイッターでハッシュタグフェスティバルアウト、そしてハッシュタグレディブラをつけてつぶやいてください。フェスティバルアウトアルファベットでワンワード、レディブラはカタカナです。さあ、我々スーパーイバーですね、担当するレディブラはいわゆる回しというですね、メンバー交代制で、メインで喋る人を変えようじゃないかという企画を今やってるんですけど、ちょっと変だなと思ってるんですけど、変ですか？柳沢さんの声聞こえないんですよね。そういえば聞こえないですね。なんでいないのかちょっとわからないんですけど、ちょっとなぜいないのかっていうのを、多分忙しいんだと思うんだ。あいつも柳沢さんね、忙しいと思う、やっぱり。だからちょっと言えないんだけど、なんでいないのかっていうのをちょっと本人に聞いてみようかなって思って。そうだね。あ、なんか電話とも繋がってるんだね。もしもし、始まってる。柳君、なんか大変みたいだね。すごい激励してるね。今1階に着きました。何何、いやでも忙しいんでしょ。お忙しいんでしょ。すぐ向かいます。もう今エレベーター乗るんで。あ、じゃあなんで今ちょっといないのかだけ理由説明してもらってもいいですか。場所間違えました。はい、さよなら。さよなら。はい、ということで、はい、信じられますか。信じられませんね。信じられませんね。バンド15年やってて、ラジオの場所を間違える、はい、息切れしたふりまでして。そうだ、エリアだ ね。あいつ走ったふりしたんですよ、劇団やないね。あいつ電車で来たでしょ、だって、1階に着きました。始まってる。始まる決まってるでしょ、そりゃ。ちょっと到着待ってみましょう。そうですね。はい、はい、ということでね、待てど暮らせど奴は来ず、ね、全然来ないじゃないですか。今日はおそらくこのお待たせしました。すいません、遅くて。あらあら。あらあら。あら。あら。ヘラヘラしてるね。いやいや、ちょっと。いやいや、どうしたんですか。汗もかいてない。やっぱね、あれだよね。柳さ、忙しいもんね。俺ら3人とは違うじゃない。そうだね。ね、いやいや、もう同じバンドとはいえさ、いろいろあるんでしょ、なんか他にも。全然ないです。忙しいんだよね。全然ない。あとそのね、息切れのお芝居はね、上手になってきたね。確かに、レベル上げたね。さも走りました。整えます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 。ヤナッチですか。ヤナッチですか。整えました。はい、レディオブラストとかけまして遅刻と解きますか。はい、その心は。その心は、はい、どちらもドキドキワクワクする。ワクワクはしないか、ドキドキするでしょう。はい、ということで、なぜ遅刻したのか、聞いてくださってるね、方に、ちゃんと説明してから、あんた今日担当なんで。そうだよ、あんた担当。回しあなたの日なんで。はい、説明から入りましょう。はい、わかりました。まずは謝罪から。そうですね、よろしいでしょうか。大事なことですから、はい、この貴重なね、時間にですね、遅れてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。フラッシュに、強いフラッシュにご注意ください。言い訳はですね、ございません。言い訳はございません。全て私の不徳のいたすところでございます。そうですね、はい、フラッシュにご注意ください。以後、気をつけたいと思います。はい、大変申し訳ございません。叩かれろ、 SNS で叩かれろ。炎上でもしたまえ、君は。はい、はい、ということで、駆けつけ一発、すぐ行ってもらいましょうか。はい、柳沢亮太のちょっと聞いてよ。嫌です。遅刻しといて何聞いてるのか。そんな人のプレゼンテーション聞く余裕は我々にありません。本当ですよね。忙しいんです、コンビニも我々も。なんですがですね、このコーナーは、今私柳沢がですね、一番おすすめしたいものをですね、自由に話して、メンバーやリスナーの皆さんにプレゼンいたします。タイム感も自由ですもんね。そうですね。いいですね。素敵ですね。私のプレゼンの満足度を最後にですね、メンバーの皆さんには評価いただけますので、よろしくお願いいたします。まあ、しかしですね、今日はもう評価も何もあったものかという、まあ、わかんないですよ、あなたの、ね、プレゼン次第かも。でもそっちで逃げられるとちょっと嫌な感じもする。じゃどうせ遅刻したから俺の点は低いんだろうみたいな、そんな言い方されると。そういったところはないんですが。でしょ、それはもう抜きにして考えましょうよ。わかりました。誠心誠意ですね、プレゼンさせていただきたいと。そうだよ、怒っちゃってフラットに評価するんだろう、はい、そうだよ、思いますので、ではですね、私がですね、今回、おすすめしたいのはですね、日本茶でございます。日本茶です。もうね、遅刻して飲んだら遅刻しないんですか。
いや今日は全部来ますね。日本茶飲んだら何をまったりしてんだと、うん、ええ、そうだよね。そうすごい全体的にまったりしてる。なるほど。頭が牧歌的ですから、ね、一応ね、こう、うん、なんとなく考えてきたのでは、はいはい、やっぱりこう皆さんね、はい、せかせかと毎日過ごしてますので、そうだよね、たまには日本茶でもどうですかなんていう道理もほんのり考えてたんですが、うん、今日はどうしましょうね。出足つまずきましたからね。ちなみに、もうちょっと気を取り直しました、はいはいはい、皆さんこうお茶、うん、日本茶って飲むことありますか。うん、ないですね。私コーヒー飲むこと多いですね。コーヒーね、はい、でまあペットボトルとか、うん、まあ、だいたいこうスタジオだったりとかにね、うん、こうお茶が置いてあることがあるの で、ね、冷たいお茶は結構飲まれる方多いと思いますよ。うん、確かに、まあ、あとこうティーパックがあるので、うん、そういうので飲まれる方もいると思います。そうだね、ついたやつね。今日ですね、私がプレゼンしたいのは、そうじゃなくて家で、うん、急須でしっかりお茶を入れて、うん、飲んでみるのはいかがですかっていう話した。ああ、そうか、ね、その時間か。これはそうか、遅刻してきた分っていうのちょっと待って、お湯沸かしてね、あだお茶っぱ蒸らしたりしないここでね、あの入れてきましたなんてお茶があれば、うん、少しは、ね、違うの、ないんだ、ないのございません、ございません。でです、私、はい、何プレゼンしようとしてたかすらね、うん、もうすっかり飛んでまして、財布出してお金で解決しようとしてますか。いろいろ書いてきたんですよ。あの、ま、お茶ってね、うん、いっぱいあるんです、はいはい、いわゆる、ね、一般的な緑茶っていうのはね、うん、煎茶って言われるやつですね。煎茶ね、これ、ね、あの 生茶からですね、はいはい、あの熱処理して、うん、蒸したりでこういったり、うん、でそれでこう乾かして、うん、っていうのが、まあ、いわゆるお茶です、はいはいはい、一般的にもね、そうそうそう、あの玉露ってよく聞くでしょ、はいはいはい、玉露って何か知ってます。あの甘みの強い、あ、よく知ってらっしゃいます ね。あれね、新芽が 2,3 枚出た時に ね日光当たらないようにするんだって、うん、すると、え、知ってるんですね、うん、はい、玉露はね、じゃあこれ次行きますね、はい、次行きましょう、はい、じゃあこれほうじ茶、うん、ほうじ茶知ってますか。ほうじ茶よく飲みますよ。ほうじ茶ってあれかな、入り方とかが違うのかな。あ、ほうじてるってこと。いいところ、みんなよく知ってますね、うん、よく知ってるんですよ。よく知ってますよ、うん、なんでだかわかる、はい、柳はこの間勉強できる時間があったお茶って知ってたんですか。知らないよ、知らないんじゃないよ、知らないよ、ぴょんじゃねえ椅子の上でぴょんじゃねえねで私がね、大好きなのは玄米茶。玄米茶、これはね、うん、あの好きな人いっぱいいると思うんですけど、はい、これなんで好きかって、俺小学生の時飲んで、うん、お茶漬けの味がすると思ったんですよ。おお、なんか不純だね、動機がね、順番が逆だね。香ばしくって、はい、実際こう玄米が入ってたりね、はい、確かに確かに、ちょっといったお米がね、はい、蒸しからいったお米が入ってたりとかして、うん、でこれちなみに、はいはい、その半々になってさ、お茶と玄米が、はいはい、なのでカフェインがちょっと他より少なくてカフェイン、お子様も飲みやすいと思う。あ、確かにね、寝らんなくなっちゃうことがいるからね。夜寝る前にコーヒーを飲むと、うん、ちょっとカフェイン強すぎるイメージがあるけれど、最後にお茶っていうのはいいと思うのよ、うん、でね、これ個人的なあれなんだけど、はい、うん、体をすごく温めるすごいね、お茶は。あの、いろいろ裏付けはないがないが、うん、まあ、なのでですね、うん、まあ、こうなかなかね、お茶を飲むことって、しかも自分で入れてって、なかなかない、なかなかないけれども、やっぱりこう昔からずっとあるものにはですね、うん、今の現代の若者の体のですね、うん、こういろんな不摂生を少しでもこう抑える、いろんなものが入ってるんじゃないかと、はいはい、皆さんね、ぜひお茶を飲んでみてはいかがでしょうか。はい、いや、じゃあもっと甘く喋れた、きっと。はい、まあ、じゃあこれちょっと採点していただきながら、うん、ちょっともうこれ余談話していていいですか。いいよ。あのね、最近これずっとメンバーに言ってますけど、お茶漬けはね、僕は緑茶で食べるのすごい美味しいと思いますよ。うん、はい、あのだし茶漬けが今多いですけど、改めて、ね、緑茶とか玄米茶でやってください。あと夏場の食欲ない時、これ冷たい麦茶でのお茶漬けめちゃくちゃいいです。あ、うん、冷たい麦茶に合うの一番の塩昆布です、うん、これはね間違いないんで、ぜひやってみてください、それこそ個人的なあれが入るんじゃないのあ、そうです、あくまで全て個人的な見解です ね、 すごいね。お茶はいいよ、お茶はいいよ、さあ、ね、お茶はいいよな、お茶はいいよな、お茶はいいよな。さあ、というわけでですね、バタバタとプレゼンさせていただきましたが、うん、え、いや、もうフラットに、フラットにですね、ほらね、皆さんちゃんと最低の準備はよろしいでしょうか。そういうところは、そういうところはもう無視します、ね、はい、それでは、はい、一斉にですね、うん、フリップをオープンしてください、どうぞ。よいしょ。まずですね、高い方からいきますね、はいはい、藤原さん25点、高いですね、高い、渋谷さん12点、はいはい、上杉さん0点、うん、これはあれだよね、はい、あの、はい、上杉と藤原に確認だけど、これ100点満点中ってことでいいんだよね。そうだよね、まあ、そうだよね、うん、うん、まずちょっとじゃあ、うん、一番高い藤原さんからお伺いしようかな、うん、うん、なんかね、あんプレゼンが入ってこなかった、そうだねそうだね、理由は分からないけど、はい、なかなか入ってこなかった、まあまあ、そうだね、うん、
ちなみに渋谷さんはあのほとんど知らない情報がなかったっていうのがまず一個と、ね、あとはね、遅刻してきたからめっちゃ加点されてる、遅刻してきたからね、まあこっちも遅刻マイナス50点だったのよ俺の中では。ちょっと待って、そもそも結構引かれてますよね。遅刻の点を無視したとしてもね、だいぶ低めですよ、ね、そう62点っていう、ね、はい、あ、もう試験は受けられないので遅刻をした。そ う,、ね、そうですね、うん、時間に遅刻すると点数をつけるつけないっていうものに関してはいい、ね、まああのいろいろね、あのありますけど、そうですね、点数つけるってなったら0点かなと。今回ですね、それをね伝えたいなと思って、うん、やっぱり身を挺して、そうそうそう、なるほど、やっぱ反面教師にしていただきたい、ね、伝えたいのはお茶じゃない、お茶じゃない、うん、遅刻するなと、うん、え、全ての物事においてですね、うん、遅刻は良くないです、うん、はい、曲選んでくださいね曲か、曲選んでくださいね、曲考えてなかったな今な、うん、もう何やっても説得力がないそうだな、いや今日はですね、携帯いじん、携帯いじんね、携帯いじんねじゃあですね、 SNS 炎上してる、してないです、してない、そちら見てないんですけど、こんなわけない、こんなにハマる曲作ってたんですね、うん、聞いていただきましょう、はい、スーパービバで間違えた、はい、というわけですね、スーパーディーバーで間違えたを聞いていただいておりますが、はい、あの先ほどのですね、うん、あの得点ね、うん、評価していただきました、うん、平均点12点だったそうです、はい、そうだね、12点、うん、なるほど、ジャネさんさん前回も78点取ったんですよ、なんでだか分かりますか、遅刻しなかったからですよ、なるほどね、あんたですよね、遅刻しなきゃこんだけ点数取れる子なんだから、いやもうほんとね、すごいですね、ほんとにね、反省身をもって、うん、実感しました、うん、遅刻は良くない、はい、というわけでですね、はい、来月の担当を決めたいと思うのですが、すごいね、もうあの打ち合わせの段階で俺がここは進めてくださいって言ってるのどんどん進めてって、そうだ、ね、しかも間違えた進め方をするっていう、そうだ、ね、間違えちゃう、もうただただ動揺している、そうだ、ね、いきなり突っ込んで、ね、いやすごいね、テンパってます ね平均点まで言われちゃってびっくりしたんですから、失礼しました、そっかそっかそっか、ね、そうですよね、そうね、いや失礼しました、進めてもいいよ、ごめんなさい渋谷さん、はい、どうぞいいんですか、よろしくお願いします、はい、ということでね、はい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 、平均点12点でしたけど、はいはいはい、遅刻しなければ78点できる男が遅刻したことによって12点まで落ちてしまうんだよという怖い話でございました、はいはい、うん、どうもありがとうございました、ということで、東京 FM レディオブラストパードバイ MTG ミュージック、今週は我々スーパーユーバーが最初は3人今は4人でお送りしていきました、いかがだったでしょうか、ということで、はい、上杉さん進めちゃいましょうか、そうですね、はいはい、僕らのオフィシャルファンサイト、はい、スーパービーバー友の会もチェックをお願いします、会員登録をしていただくとチケットの最速選考や、うん、メンバーのブログ、オフショット、うん、さらにファンクラブ用のラジオなどを楽しんでいただけます、い、はい、さて来週のレディオブラストはゴーゴーバニラズが担当です、はい、この後は別府ゆうきくんにバトンを渡してフェスティバルアウトに戻ります、はい、続き東京 FM でお楽しみください、はい、はい、ということでさよならと言いたいところなんですけども、はい、お別れの前にですね、ここで皆さんにお知らせがございます、2018年11月からゴーゴーバニラズシーズン4リミテッドサザビーズ、そして我々スーパーユーバー4人がお送りしてきたレディオブラストパードバイ EMTG ミュージックですが、はい、なんと3月いっぱいでこのメンバー卒業になります、卒業、寂しい、なんと通常放送は来月が最後になるんですよ、はいはい、ということで、こうやってちょっと聞いてよのコーナーも次で最後になるんですが、はい、まあ私も2週目やりましたし、はい、柳沢さんも2週目やりました、はい、なので上杉さんと藤原さんにじゃんけんしてもらうと思うんですけど、はいはい、まあ柳沢さんはこのままでいいならこの2人でじゃんけんしてもらおうかなと思っております、あ、なるほど、あ、なるほどね、いい2人、2人でやる、じゃんけんしようか、私が踏まえて、うん、そういう気持ちを持って、うん、じゃんけんに参加させていただくっていうのはどうでしょうか、まあ、全然構わない、それは君の意思だから、よろしいですか、うん、ちょっと大変申し訳ないんですが、うん、私にもですね少しばかりのチャンスをいただきつつ、うん、仕方ないね、誠意の見せ方ですから、誠意の見せ方なんで、じゃあ来月誰がちょっと聞いてよのコーナーやるのか、はい、じゃんけんしていただきましょう、よろしくお願いします、これ勝った人ですかね、当たり前だろ、勝ったらプレゼンできるんだよ、ありがとうございます、ね、本当に、はい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、はい、こうでしょ、あ、はい、ということで柳沢さんすぐ負けましたはい、2人で上杉さんと藤原さんが残りましたんで、じゃあ負けしてください、負けたのにしといた、これ面白いね、ね、はい、最初はグじゃんけんぽいということで藤原さん勝ちました、あ、俺か、おめでとうございます、はい、ということで、はい、よろしくお願いします、ね、はい、藤原さん、はい、はい、頼ますよ、それではまた来月お会いしましょう、以上スーパーユーバーでした、バイバーイ、バイバーイ、スーパービーバーの皆さんありがとうございました、いやまさかね遅刻でだったとは、結構ね今ツイッターからもいっぱい来てて、柳さんが到着遅れとか、遅刻この時だったの、そうなんですよ、
渋谷さんが LINE されてた時なんかやっと皆さん分かりましたか、この日だったんです皆さんも遅刻はダメですよ。まあでもね、間違いは誰にでもあると思うんで、もう間違えなければ大丈夫です。さてメンバーの皆さんから発表がありましたが、来月で現在のメンバーの皆さんが卒業ということで、来週担当ゴーゴーバニラズバージョンのレディブラは来週で最終回です。お気に逃しなく。さてスーパービーバー、来週3月6日ゼップダイバーティーでザ・バースデーあたたを迎えた自主企画現場至上主義が行われる予定でしたが、こちらも開催延期となってしまいました。振り替公演の日程などは調整でき次第発表となりますので、チケットをお持ちの方はこちら大切に持っててください。ラディオブラスト、ラディオブラスト Powered by EMTG Music。